一回転、石川慎也ストマックを押さえて悶絶。さあ小峠入ってきて体を見舞ってあーっと叩きつけた。さあそして手拍子を要求、飛んでいくのか、飛んでいった、ダイビングボディープレス、そのままカバーに入る、カウント2。やはり早めに試合を決めに行きたいところ。あーっと蹴り上げた小峠、すごく気持ち入ってますね。さあカバー入った、決まるか。いやこれやっぱ杉浦頼みではなくて自分で決めようという気持ちがあるのがいいですよね。そうですね、自らタッチを要求してそして入っていきました小峠。あとしかしここは石川エルボー、そしてそのままホンダ、これは高い、高い、高い飛びであのドロップキックですよ。高かったですね今、はい、さすがに自信の持ってる技ですよね。うん、そうですね、石川慎也非常に高いドロップキックを見せました。さあリング上では大日本プロレスの2人を相手、あっとラリアット、今のような場面こう受け身を取るのも非常にこう大事になってきます、はい、そうですね。あっとしかしここは勝ち上げられた、これ危険ですね。さあ前陣コースター、これ危ないですよ、落とされた、そしてトップロープで石川飛んできた、ミサイルキック、高い、石川慎也の頭に入る、しかしここは杉浦がカット間に合いました。さあラリアット、大日本プロレスの2人が優勢。あ杉浦今分断されたのでこれ危ないですね。そうですね、このまま大日本プロレスの2人一気に決めていこうかというところ、飛んでいったエルボー、さあカバーに入る、決まってしまうのか、カウント、カウント2、なんとか返しました。これ石川はこれチャンスですからね、もう一気に決めに来ますよね。チャンスですね、大日本プロレスの意地、看板を背負っているこの2人。あーっとフランケンシュタイナー、そのまま飛び、さあ逆に丸め込んだ、決まった、決まりましたね、決まりました、一気に決めました小峠、大日本プロレスの2人が優勢。そのまま決めていこうかというところ、あ今佐々木が今のは決まっていないだろうというアピール。そして第3試合グローバルタッグリーグ戦 2013B ブロック公式戦、杉浦隆、小峠敦志組対佐々木健介、中島克彦組。この試合が B ブロック最後の試合となります。勝利したチームが B ブロック代表、時間切れ引き分けの場合には第5試合後に両チームで代表決定戦、また両チーム無得点試合の場合にはこの両チームにケイオス TMDK を加えて第5試合後代表決定トーナメントを行います。第3試合グローバルタッグリーグ戦 B ブロック公式戦30分一本勝負を行います。グローバルタッグリーグ戦2013最終戦です。 B ブロックは混沌としてきました。第3試合佐々木健介組、杉浦隆組、勝ち点4で並んでいます。この試合勝った方が優勝決定戦進出となります。まずは佐々木健介、中島克彦組、このグローバルタッグリーグ戦は5年ぶりの出場になりました。2008年以来あの時とは全てが変わりました、そう話していた中島。そして久しぶりの親子タッグのその連携を見せられるでしょう、そう話していた佐々木健介。5年ぶりのタッグリーグ戦出場で初優勝を狙う佐々木中島組です。 B ブロックトップで今日を迎えました。さあそして本日2試合目になります、ダブルヘッダー杉浦隆、小峠敦志組。今日の第1試合で佐々木義人、石川慎也組を逆転で下しまして勝ち点4、佐々木健介、中島克彦組に並びました。果たしてダブルヘッダーこの2試合目も勝利し優勝決定戦進出を決めるかどうか。丸藤に代わって杉浦とタッグを組む小峠、このチームで再エントリーとなって優勝を目指す杉浦隆。グローバルタッグリーグ戦2013最終戦です。4.28 後楽園ホール大会第3試合
B ブロック公式戦、佐々木健介、中島克彦組にとっては今日もちろん初めての試合、勝てば決定戦進出。一方杉浦小峠組にとっては今日2試合目ダブルヘッダー、勝てば決勝戦決勝進出。さあ杉浦と健介でそのゴングを聞きました。エルボーと逆水平をまず打ち込んでいきます。このあたりは両者の意地と気迫と気持ちがリングの中央でぶつかり合っています。さて解説は佐久間和彦さんです。佐久間さん、はい、まあ初っ端から、はい、見事なこの気合のぶつかり合いですね。杉浦は、ね、入場した時からもうすでに汗がにじんでまして、はい、まだ、ね、第一試合の疲れも残ってると思うんですけど、それを、ね、全く感じさせない入り方ですよね。まだ両者のエルボーと逆水平の打ち合いは続いている。あっとここで杉浦交代倒れました。ただその第1試合あの佐々木義人石川真也組に押された最後なんとか逆転で第1試合勝利しましたよね、はい、そうですね。しかもね、小峠がホールを取ったというのは非常に大きいですよね、はい、その部分というので勝ったことによって優勝戦の可能性が高まったので、モチベーションは、ね、むしろ高い状態で臨めていると思うんですよ。そうですか。それが、ね、プラスに作用すればなというのが今の心の見方ですよね、杉浦隆、小峠敦史組第1試合に勝ちまして、これで2勝1敗、勝ち点が4になりました。対する佐々木健介、中島克彦組、今日迎えた時点で2勝1敗、同じく勝ち点4、今日迎えた時点で B ブロック1位、勝ち点4で並んでいる両者です。さあ中島が、あっと佐久間さん、いや強烈でした ですね。中島がね、ちょっと慎重に入ろうかっていうところを打ち破るような一撃でしたね。そうですね。さあ小峠敦史が入ってきました。小峠と中島です。小峠もご覧のようにもう顔から頭にかけてはもうぐるぐる巻き、 4.17 の秋田大会で、あっとすごい音ですね、いやこれ気持ちのね、ノリの部分でやっぱ赤コーナーの杉浦小峠組のもしかしたら優勢かもしれませんね。そうですか。あっとトラスキック、ちょっと逆にこう佐々木中島組の方は相手が2試合目ということでね、ちょっと入り方としては不完全だったかなと、ちょっと油断もあったかもしれませんね。そうですか。小峠は初戦で 4.17 秋田大会で、まあ、飯塚のベルト攻撃にありまして頭頂部を7センチほど切りました、まあ、ホチキスのようなもので、まあ、10個のホチキスのようなもので止めている状態。ただ本人は痛いなんてもうありませんよと、うん、動きもその技も制限することなんて一切ありません。そう話してましたね。実際その言葉通りにヘッドバット放っていきましたからね。怪我をしているその頭で先ほども見せました。痛々しいその傷跡、そしてホチキスで10針止めてやるというその状態ですが、ちょっとおでこのあたりも何か色にじんでますかね。そうですね、何かちょっと中心部分に赤い部分が見えますね。そうですね、ちょっと出血のにじみでしょうか。そのあたりも見えています。さあ続いては健介が入ってきた。あ、今丸藤が今コーナーの方で会場のコーナーで見ています。もともとは杉浦とこの丸藤でこの大会はスタートしました。ただ丸藤が 4.14 新潟大会で右膝の靭帯を部分断裂、まあ、急遽パートナーは小峠に変わりまして、まあ、ですから杉浦小峠というチームで改めて再エントリーになりましたので、はい、そうですね、佐々木義人石川組と対戦していたんですが、そのチームとも今日第1試合改めてやらなければいけなかった、はい、結果的に、ね、こうダブルヘッダー決勝までいったら3試合、ああ流血ですね。流血です。ダブルヘッダーになりました。いやここで流血、やっぱりそうですよね、本当応急処置で止めてあるだけなので、こういう風になってしまいますよね。あのそのスタンプでそのホチキスで止めた時にはもう麻酔なんてかけたんですけど全く効きませんでした、うん、壮絶なおそらく痛みがあったと思うんですが、
ただ今日の試合前話を聞いてももう何かちょっと目が血走っているような感じで全く問題ない、今日3勝します、そう話しています。3勝というのは今日の第1試合、そしてこの試合、そしてこの後の優勝決定戦、それも見据えて3勝して優勝する、そう断言していました。うわーっと、しかしこの流血、あーしかし頭でいく、なんという気迫ですね、なんという男だ。やっぱりこうね、杉浦のパートナーを、ね、変えて再エントリーしたっていうのはこの彼の気持ちですよね。杉浦も話していました、彼の戦い諦めない手本だろう、諦めないことを体を張って教えてくれたのがあいつなんだ、そう話していました。先ほどシェインとそしてニコラス組、第2試合で勝ちまして、こちらも勝ち点4、まあ、現時点で勝ち点4、4チームが並んでいるということになります。もし今日この試合両チーム無得点、ノーコンテストで終わりますと、その4チームによるトーナメントで優勝決定戦を組めなければいけない、まあさらに混沌としてくると。そうですね、これはやっぱね、このリング上の2チームは決着をつけてすんなり決勝に行きたいですよね、はい。どちらが勝っても、勝てばそのチームが優勝決定戦進出、もし時間切れ引き分け30分ドローですと、この両チームによるもう一度再戦、優勝決定戦を進出を決めるという戦いも待っています。まあ、ですから、まあ分かりやすく言えば、とにかくこの試合に勝ったチームが優勝決定戦で進出できるわけですから、はい、そうですね、もうやっぱりこの試合決着をつけるというのはもう一番ですからね。いや、小峠、やっぱこの佐々木健介のね、攻撃が非常に重たいのでかなりきついとは思うんですけど、負けずに返してますよね。このリーグ戦に再エントリーしてヘビーの洗礼を受けました、そんなことも笑いながら話していました。ただ自分にとってはとにかく大きな戦いになる、そう話している。後ろ膝を当てがっていった、大きな一戦は間違いない、ただここを優勝して終わらなければ意味がない、そう話していた小峠。さあタッチを交わした杉浦です。そして佐久間さん、はい、試合前この杉浦全くを近寄ることができないほどの近寄りがたい雰囲気というのはまさに はい、ああいう状態だったんですね。そうですね、もうやっぱ本当に本気で3試合勝つつもりなんですよね。それがもう試合前のオーラから感じましたよね。その先には中島がいた。さあ一方健介、両者が投げ合うか、両者が投げ合うか、ブレンバスターが前、杉浦が投げた、ここを今一回踏ん張っただけで、はい、投げていきましたね。杉浦がものすごい力で引っこ抜きましたね。一個抜いていった杉浦、これもなんか気持ちがね、力に宿ってるような部分がありますよね。そうですね、勝てば優勝決定戦進出、B ブロック1位で優勝決定戦進出が決まる。バックに回る、投げる、テイク、低い低い形で落とされた。あれ受け身というのは健介、ああいう場合ですと難しいですよね。はい、そうですね、あの高さのあるスープレックスというのはもちろん、ね、魅力的であるんですけど、はい、若干、ね、テイク軌道が低かった分だけタイミングが取りづらかったかもしれませんね。やはりそうですか。そしてフルネルソンに行く、フルネルソンに行く、しかしここは至近距離でショートレンジの逆水平打ち込んでいく、これは打ち込む、あーとラリアット、今のラリアットもね、ちょっと水平チョップの軌道を、ね、予測していると予想外のところから来た感じじゃないですかね。なるほど、見えない角度からあの太い太い腕が襲ってきました。ベースクラッシャー、さあ今度は佐々木中島組か、5年ぶりこのタッグでグローバルリーグ戦出場です。2度目の出場、前回の出場は2008年でした。その時には3勝3敗、2つの引き分け、5位タイという成績、優勝争いに絡むことができませんでした。スタンドホールドに移行していきます。5年前はバイソン・スミス、斉藤明俊が優勝しました。涙の優勝がありました。あれから5年、あーまたヘッドバットでいく、流血しているヘッドバットでいく、他の形でもカットには入れるはずなんでしょうけれども、そうですね、あえて言ってますよね、自らを鼓舞しているようですよね。痛みはない、おそらくそれは本音ではないでしょう。あっとジャーマン、ただ気迫が、そして優勝へのこだわりが、何よりも丸藤に代わって自分がパートナーを任された、それに応えたいという強い気持ちがヘッドバックでのカットに生かせたんでしょう。さあリング内では杉浦、そして健介は中島にタッチ、
と中島にとっても5年前とは違って全ての面でこのチームは変わりました。自分ももちろん、そして健介さんとともにこのタッグ大きくなりました。久しぶりの親子タッグの連携を見せたい、健介もそう話していた。5年前とは違った、そんな自分たちの成長を見せたい話していた中島、ミサイル。佐々木中島組は5年ぶりのエントリーですけど、その佐々木健介は、ね、5年間で衰えを全く感じさせていませんし、その5年分中島が成長しているので、確実に5年前よりはチーム力が上がってるんですよね。なるほど、それを見せる舞台ですよね。これはダイヤモンドリングをもう健介に追いつけ追い越せと引っ張っていく立場になりました中島。しかし、あっと、しかし健介に行った。このあたり佐久間さん、はい、杉浦の意識というのはどうですか。そうですね、よく考えてますよね。これ逆に今チャンスになりますよ、つなげば。そうですね、小峠いいタイミングで入ってきましたよね。ここはいいタイミングで小峠が入ってきた。これほど偉大な先輩に頼られるのはこの先もうないかもしれない、それぐらいの気持ちでタッグを組んでいます、そう話していた小峠。見事な連携、そしてアンクルホールドに移行した。慌てて中島がエスケープに行こうというところ、逃がしたくないですね、逃がしたくないですよ。慌ててエスケープに行こうというところ、まだちょっと距離がある、まだちょっと距離がある。健介は抑えている、小峠が抑えている、まだ距離がある。あっと、どうだ、ロープへの前進、推進力が止まった、推進力が止まった。さあここで杉浦がちょっとロープが近いんですよね、もう一度中央に戻したいですね。この表情だ、あー、届いた、届いた。まあ、杉浦は、ね、あの場で決めようと思って絞りに行ったんですけど、ね、一旦中に戻してもよかったかなという気はしますね。なるほど、もう一度中に引っ張り込みたかった、ただがっちりと抑え込んでその場で決めようとしたか。さあもう一度ジャーマン、ジャーマン危ない危ない、頭頂部ですね、頭頂部から落ちた、嫌な角度で落ちていった。後楽園ホールが一瞬静寂に一瞬包まれました、それほど危険な角度。しかしここはよく見ていました中島、あーっと蹴り上げた、蹴り上げた、ターンバックルごと蹴り上げた、そしてラリアットが襲ってくる、ものすごい突進、三角蹴り、背中、腰痛を抱えているこの杉浦の腰の真後ろ。ここまでの展開ですとどうですか両チーム。いや、やっぱどうしても杉浦と、ね、小峠の方は一人一人が戦う時間が長くなってしまっているので、なるほど、その分体力の消耗が大きいですよね。あっと、鬼嫁殺しに行きたかったか、しかしここはスピア分断した。さあ、ん、小峠が呼んでますね、呼んでいる、タッチを交わした。さあ中島どこだ、あ、また頭だ。そしてあくまでも自分のスタイルにこだわる、こだわる、あーっといった、ランニングヘッドバット、カウントバツ、ノア所属になり、そして初めて本格的なヘビー戦線、あっと、いい角度で入った、カウントバツ。今杉浦に、ね、小峠はカット逃げというふうに指示出しましたよね。あ、なるほど、自ら決めに行く気ですよ。さあ決めに行く、決めに行く、新たなパートナー、そして再エントリーして臨んでいるグローバルタッグリーグ戦、杉浦そしてジュニアの小峠、ただこの2人が大きく見える、大きく見える。中島に、中島にエルボー張った、エルボー張った、そしてトライスキック、崩れ落ちた中島、どうだ、勝ったチームが優勝決定戦進出。さあここで一気に決めるか、小峠ムーンサルト返した、中島にも意地がある、よく返しましたね、ただこれまだチャンスですよ。流血、滴り落ちている、しかしそのあたりは意味返せない、小峠がさらに行く、さらに行く、小峠が後ろに回る、キルスイッチの体勢に行こうというところ、しかし、しかし中島垂直、垂直落下式、ウーパスター返す。いや、脳天がね、ダメージあるんで、あの落とし方きついですよね。なるほど、そのあたりが頭頂部、傷口がもうパックリと開いているのかもしれない、この流血さん、意識をもう落としているか、立ち上がってくる、その小峠にキック、中島のキック、そして今度は左、左、立ち上がろうとする、立ち上がろうとするために思い切り向かっていく、ことわけだ、向かっていく、ことわけだ、不屈の精神、
屈の精神、折れない心、まだ立ち上がる、そしてトラットケリー赤野くん、引いてこれ危ない、どうだ、危ないですね、カウント返した、ものすごい、ものすごい気迫だ、立ち上がる、中村、そのまま立ち上げた、ジャーメン、サーブレックス、ホールド優勝決定佐々木健介、中島和彦組、5年越しの夢、初優勝に向けて、さあ、あと一つとなりました。いや、壮絶な試合でしたね。いや、小峠が、あれほどまでに立ち上がり、うつ伏せのまま立ち上がれない。Bブロック公式戦、3勝1敗、勝ち点6。見事優勝決定戦進出を決めました。14分59秒、進化したこのチーム、2008年前回の出場から5年の月日が、優勝争い筆頭候補、そのチームとして名乗りを上げた。あと一つ、頂点まであと一つの佐々木中島組です。そして敗れた杉浦小峠組、あ、今小峠コールですね。ダブルヘッダー2試合目、ファンも今日のこの小峠のファイトを見て感じるものがあったということですね。そうですね、まあ、丸内の代役という言われ方をしますけど、代役ではなくてね、本当にブレイブの一員として杉浦小峠組として戦ったというのをね、認められた証拠ですね。杉浦もその小峠を認めて、